ちょっとね、いろりってものに憧れてさ、いろいろ考えたのよ。本当にそれこそ床に埋めるやつとか、移動式でね、箱作って、せんべいの缶入れて、灰入れて、いろりをね、作ろうかなと思ったんだけども、もっともっと簡単にね、いろりできないかなって考えたのね。で、それが、持てるな。これね、フライパン。フライパンに灰を詰めて、置こう。置きましょう。フライパンにね、灰を詰めて、その上で炭を起こすっていう。そういう感じ。今火ついてるんだけど、これを、火を起こすとき、別のね、この100円ショップの、なんだっけ、ダイソーで売ってる味噌こしのやつ。本当はこう高くなってんだけど、ねじ曲げて、消し炭を入れて、まあ、仕事でバーナー使ってるから、バーナーで、まあ、ガーッと、まずそれに、消し炭、前使ったやつを、に火つけて、それを下に敷いて、その上に新しい炭を置いて、で今やっと火がついてきたってところ。見えるかな、赤くなってるの。でこういう感じでさ、これだったらさ、外へつけて中にお笑い飛んでさ、中に持ってくるとかできるしね。移動式ですごくいいかなと思って、簡単だし、この灰がねあれば断熱で下の方に温かみ厚みがないから、それこそほら、うん、全然熱くないの、ほらずっと触ってても問題ないから、うん、でしかも鉄だから燃えることはないし、取っ手がついてるから持ち運びは楽っていう、これ我ながら結構いいアイデアじゃないかなって、憧れてはいたけどできないなと思って思いついたのがこのフライパンいろり。うね、まだこれからなんだけど、ちょっとまだ今日初めてね火つけたから、いや焼くものないからもう持ってきたんだけど、マシュマロ、ちょっとマシュマロ焼こうかなって。これからいろんなもの焼いていこうと思うんだけど、こういう火で遊ぶの好きだからさ。おお、いい感じ、いい感じ。ちょっとガスコンロで今までね焼いて食べてたの、ゼラチンとかくてコラーゲン補給になるし、ほら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 、いい感じいい感じね。コラーゲンの補給になるし、ゼラチンって8割がタンパク質だから筋トレダイエットにいいなと思ってちょこちょこね食べてたんだけど、おお、いい感じ。ガスはあっという間に表面が焼けてしまって中が焼けないんだよね。この遠火でさ、遠赤外線でこうやって焼くと美味しくいくかもしれない。ね、ずいぶん美味しそうでしょ、ほら。まだ焼けてないとこあるから、もう少し焼くんだけど。やっぱマシュマロってそのまま食べるのもまあ美味しいっちゃ美味しいんだけど、やっぱ焼くとね、なんだろう、コクっつうか、なんつうか、トロトロふわふわになってさ、甘みもこう出るし、ほら、これ、なんだっけ、キャラメリゼって言うんでしょ？糖分がこの焦げてさ、香ばしくなって。もういいかな。ね。ふわふわ。ほんと、この溶けてしまって。あ、ガスより美味しい。うん。うん、ガスより美味しいわ。あと1個、いくらタンパク質置いたってほら糖分も多いからさ、ダイエットにはあまり良くないから、もう本当にガスで焼くよりもずっと美味しい。これびっくりした。 やっぱ炭ってすごいんだね。安物の炭だよ、マングローブとかさ、伐採したやつか、ああいうやつね、安いやつよ、国産のじゃない。それでも美味しい。やっぱ違うね、炭っていいもんだ。いや本当これ作ってよかった、本当にこれ食べて美味しいなと思って。
でこのフライパンもさ傷だらけでさ炒め物するにもちょっとくっついたりなんだりで捨てるかってなったんだけども、結構厚いんだよ、2ミリ3ミリぐらいあるのかな鉄のこれがね。ただ捨てるのもったいないなって。それでうちのばあちゃん死んでからずっと10年ぐらい放置してたんだけども、こうやってうまく再利用できたからね、よかったかなと思う。あ、もういいな。うん、もう色がさ良くてさ、もう落ちそうなんで中までトロトロになっちゃって。お麺がさ焼けてサクサクでパリパリでさ、中はトロトロでさふわふわで、あ、美味しい。あ、もしねこうやってバーベキューすることあればさ、バーベキューでいいんだよ、あればこうやってマシュマロ焼いてみてほしいしさ、もししてるフライパンあるんだったら、でもし深いものであればこうやって木灰、そう木灰を入れてその上で炭をやればもうこれで十分いろりなんで、すごくおすすめなんでやってみてください。そうそう、これ今動画終わらせちゃったんだけども、これまあ今まだ火ついてるからなんだけども、終わったらさこれ蓋ついてるからこうしとけば中でねほら火が消えてくれて次の消し炭になるんでいいかなっていう、まあそういうアイディアね。あ、もうすぐ暖かくなってきたわまあそういうことでさ、もしかこう炭灰の中に入れとけばねそれでいいだろうし、本当におすすめだからさ、ちょっともしねいいフライパンあれば挑戦してみてほしいなって。これすごく簡単、移動式で、だって灰とフライパンとあればそれできちゃうんだから、まあぜひ機会があればねやってみてください。